今日のヒーロー鳥栖の山瀬選手に来ていただきました。山瀬選手ホームで初ゴールですよね。おめでとうございます。ゴール決まった時どんなお気持ちでしたか？いやセレッソに勝てると思ってなかったんで、まあ時間残ってましたけど勝てそうな気になって良かったです。もう本当今日はゴールにどんどん絡むシーンが見られましたけれども、あそうですね、シュートを、はい、打ちてよかったと思います。前節初ゴールを鳥栖に来ての初ゴール、そして2連、2試合連続でのシュートですよね。やっぱ嬉しいんじゃないですか？はい、やっぱりすごいもう気持ちは盛り上がってるんじゃないですか？あ別に冷静ですけど、はい、嬉しいです。ではツートップを組んだハーフナー選手とのコンビっていうのはいかがですか？あやっぱでかいんで、やりやすいですね、はい。では最後にサポーターに向けてカメラに向かって一言お願いします。今日、勝ってチームもだいぶ上がったと思うんで、またスタジアムに来てください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。そしてもう一人のヒーローハーフナー選手にも来ていただいてます。ハーフナー選手3試合連続ゴールおめでとうございます。すごく嬉しそうですね。いやよかったです本当、うん。もう今の気持ちを表すとどうですか？いや最高っす、はい。今日は試合もすごい激しい戦い続いてましたけれども、試合を振り返っていかがですか？そうですね、相手もやっぱ上位のチームだったんで、まあ、やっぱうちらも上位に食い込むためにはやっぱりこういうところで勝たなきゃいけなかったんで、まあ、勝って良かったです。ありがとうございます。ではカメラに向かって最後にサポーターの方に一言お願いします。いや今日のホームの試合本当こんなにたくさんの皆さんに集まってもらって応援してもらって本当力になりました。次のホームのゲームもよろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。以上ヒーローインタビューでした。以上勝ちましたサガン鳥栖岸野康之監督、そして山瀬ハーフナーマーク両選手のヒーローインタビューお届けいたしました。まあ坂田さん、岸野監督、まあ、久々に本当に、ね、選手はすごいということでそういった評価を与えておりました。そうですね、本当に選手がよく頑張ったと、ファイトしたという実感こもってましたね。さあそれではその一戦をハイライトで振り返っていきます。まずはサガン鳥栖11分1つ竹岡、そして、ハーフナーマイクという形のあるシーンでした。はい、ハーフナーターゲットが入ってですね、こういうふうな、クロスのところでやはり簡単に入れれるようになりましたよね。高さで相手ディフェンスには必ず勝てるということで、もう何本かこういうシーンがありました。今日柳沢もアーリークロスでいい形ありましたからね。そして29分の鳥栖のシーンです。まあ、今日本当にシュートを再三打っていた山瀬がここ一つね技ありのシュートを、まあ、惜しくも外れるんですが。そうですね、本当にこの前にも一ついいシーンでいいタイミングで打ったシュートもあるんですが、今日はゴールの位置が彼なりに見えてたんですよね。なるほど。背中にしてボールを受けてっていうシーンは多かったんですけども、本当にストライカーというよりも本当にうまさを持った視野の広い選手だなって感じさせますよね。前半41分セレッソにもいい惜しいシーンがありました。ここは香川が抜け出してという一つシーンだったんですが、はい、もう前半本当セレッソの唯一のチャンスと言ってもいいところだったんですが、香川のうまさタイミングの良さですね、香川らしいところ見せたんですが、ここ室が恐れずに出ましたよね。なるほどなるほど、はい、ここのところ本当に両者の駆け引きのところだと思うんですが、ここでセレッソが入ってればっていうシーンでしたよね。前半は0対0後半です。鳥栖の先制シーンご覧いただきましょう。放送中も佐賀さんおっしゃっておりましたが、これ高知と山瀬の、ね、絶妙な、コンビネーションという形になりました。はい、もう本当レフティーのうまさというかですね、レフティーらしいコントロールのところなんですよね。鳥栖は今日半数以上が左利きの選手ばっかりなんですけども、その中でこの2人本当に見せましたね。やっぱあれですか、その高知もレフティーですし、どう山瀬が受けたらシュートしやすいとかいうのもやっぱりこう分かってのプレーになるんですかね。そこのところも意識して出したと思いますよね。なるほど。そして89分、本当に終盤のシーンなんですが、セレッソ
はい、今日あの乾注目選手に挙げたんですが、本当にあの乾らしい柔らかいタッチでですね、あのディフェンダーをかわしかわし溜めて溜めてだったんですが、ここあのシュートに持っていくまでの間にこの下地がですね、うまくコースを切るんですよね。なるほどここでコースを限定できて室の真正面になりましたね。ここはあの本当に下地のうまさ褒めたいですね。なるほど。そして決定的な2点目、ハーフナーマイクのゴールのシーンご覧いただきましょう。まあ、先ほどの乾のシュートから後だったんですが、あの長いロビングボールをですね、後ろから来たボール、長い足を使って振り抜きましたね。あのキーパーの頭を越えてドライブしたボールだったんですが、もうこれが決定的でしたね。まあね、その前一つ惜しいシーン外していただけに、ハーフナーマイクとしてはしてやったりということになりました。それではこの試合の